なの推しに火をつけちゃうぞ、せーの、萌え萌えビーム。はい、やってきました。今日は寒いね。ちょっと衣装替えしてもさすがにちょっと寒いですよ。はい、で今日なんですけど、今日どこか分かりますかね、この街並み。今ね、一番女子に熱い街、今日は新大久保に来てます。はい、で今日行くお店なんですけれども、これもですね、リスナーさんからのリクエストに応えて今日実現しました。ありがとうございます。ヨプトッポギっていうお店、韓国人気ナンバーワン。じゃあ行っちゃおうかしらね。え、今日もいい感じかな、前髪が。うん、来ました、見てください、ヨプトッポギ2号店メディア紹介されちゃってるよ。すごいよ、すごいよ。じゃあ早速中に入っちゃおうかしら、レッツゴー。ヨプトッポギ、ヨプトッポギ、ヨプトッポギ、ピッ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 。はい、というわけで今日食べるメニューなんですけれども、地元韓国の方でも結構辛いって言われてるヨプトッポギの激辛ですよ。辛さが4段階に選べます。で今日はもちろんマックスレベルをいきますので、ピンポーン。このトッポギシングルの激辛で、楽しみ。オッケーオッケー。完食できない人とかいますかね。理由はかなり難しい、はい、あ、本当ですか。韓国だと大体グループだと大体完食。その日本人だと完食率どれぐらいですかね。聞かないもつ頼まない。え、頼まないんですか。チャレンジです。すごいね、相当やばいです。お通しが来たのよ、お通しが。めっちゃでかい。あらやだ、言葉遣いに。お、オッケー。これは何でしょうか。激辛トッポギ、オッケー。おっきい、なにこれ。うわー、すごい辛そう。うわ、カモン、イエイエイ、今夜もカマシングで聞いてくれるな。行くぜ。もちもちトロトロ食感無限、完食できるか極訓受験、かかるよ絶対激辛ジョニー、心底楽しむ激辛ファニー。いただきます。これすごいな。チーズがとろっとろ。いや、いただきます。あ、結構辛い。ウインナーも入ってる。美味しい。うん、トッポギがすごいもちもちしてね、このウインナーがまた合うんだわ。うん、これ結構な量ありますからね。だ、このチーズがまたトロットロなんですわ、ね、すごい。じゃあちょっとチーズだけいってみようかな。とろける。やばい、結構辛いねこれ。うん、あ、でもうまいな。なんだろうこれ。これ何これ。揚げ豆腐みたいな。何これ。これ食べてみる。トッポギやっぱ結構食べ応えあるね。すぐお腹いっぱいになりそう。ちょっと女子にこの量はきついかもね。うち食べれるかな。うん、大食いレベルだよこれ。通常こういうのって、ね、2、3人とかでこれを1つをついて食べるんですけど、女子1人じゃ相当きついでしょこれね。ここで漬物タイム。結構このたくあんで辛みが優しくなる。なんか紛らわせる。あら、あら、やだ。あら、熱い。もうやばい、もう来た。ここで来ましたー、ジョッキタイム。ドドドドドドドー。
今日もね、いっぱい書いてるでしょ。結構強敵だ。量が多い。すごい。美味しいですね、これ。なんか結構ウインナーが合うわ。だいぶオークションの中がヒリヒリしてきたよ。よし、このたくあんね、これ美味しいね、たくあん。たくあんめっちゃある、これ10枚以上あるよ、これ。一つ一つの量が多いですね、これ。2、3人で来ると、まあちょうどいいぐらいじゃないですか。半分ちょっといったね。よいしょ。トッポギ重いね。腹持ちパネーラ、もうお腹パンパン。クルチー、辛いのとお腹いっぱいのがダブルパンチだとちょっときついよ、これ。トッポギパンチ力ありすぎ。あー、うん、これね、髪長いから口の中に入ってくるのよ、髪の毛が。もううざったいな、切ろうかしら。もうこのタコはね、だいぶ救われるね。ラストスパートかけていきましょう。ラストスパート、よーし。もうもうどんぶりスタイルね、やばいね。完全男出ちゃってるね。いただきます。はい、これなんだろう、これ魚のすり身かな、はんぺんみたいな。そう、なんかこうはんぺんみたいな、おでんの、おでんのなんか美味しいね、これ。うん、合いますわ。チーズこんな大きいっすよ。中盤のチーズはきついでしょ。うまいぞ、うまいぞ。よし、これはほんとすごいよね。ちょんこちゃんいきます。うん、もうちょい、もうちょいだ。うん、お腹張りついてそう。うまい。うん、あ、やべ、衣装に跳ねちゃった。あー、やだ。これね、すぐ汚れ目立っちゃうからね、この衣装。うん、はい、ラスト一口です。うん、ごちそうさまでした。完食しました。OK。 やばい、もうお腹がマジで腫れそう。結構量多かったんですけれども、まあでも普通に美味しかったですね。もう僕結構本格的なそのトッポギって初めて食べたんですけれども、トッポギもちもちして美味しいよね。そこにね、ちょっとチーズがね、またね、ふんだんに使ってあってね、結構辛いんですけど、まあチーズは結構まろやかにしてくれますね。辛さレベル的に言うとどうだ、そうだね、6ぐらいでしょうか。うん、6です。辛さ6レベルでーす。まあ今日はね、その辛さもさることながら結構量が多かったんで、まあこれね、もしこれ食べに来るときはね、2、3人で来た方がいいですよ、これ。あの、1人で来ない方がいいですね、うちみたいに。、うん、まあということで、ヨプトッポギ2号店ぜひですね、激辛マニア、あとはね、韓国グルメ好きな方はちょっとチャレンジしてもいいかし、いいんじゃないかしらね。結構ね、なんかお店の店内も可愛らしい感じで、 Twitter 等々更新してますんでフォローお願いします。あとこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくな。いやー、なんかいっぱい、もう何も食えない。
何も食えない。あれあれやべ、残ってた。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、 もっともっと OK、 OK。 あれ、これ何ですかね、これ茶碗蒸し。茶碗蒸し。あ、これ茶碗蒸しなんです。あ、お口直しの茶碗蒸しなんだ。うん、おお、これね、茶碗蒸しいいね。うん、あ、オフショット的な感じでいくんですけど、まあなんだろう、まあ結構その私的に、まあこれ真面目な話じゃないですけど、まあジョニー的にはなんとか年内に、まあチャンネル登録者1000人というのを目標にしてやってるんで、まあ行きたいですね、1000人。あと今多分どれぐらいだろう、あと300人ちょっとかな、今現状だと、現在の、うん、あと300人なんとか年内に行きたいんですよね。頑張って動画も上げてきますし、まあ、最近初めてね生配信やったんですよ。生配信ライブ面白かったですね。あれ結構面白い。このね、生配信は編集しなくていい、もう出しっぱなし、うん、編集できないから。でもしかしたらね、こうね、パンツが見えちゃう放送事故とか起きちゃうかもしれないし、まあそれも楽しみですし、あとね、何が楽しいかって視聴者さんとね、近い距離でこう話してる感じ、なんか距離感、生配信って結構ね、普段動画上って、まあ、これぐらい、動画上の距離がこれぐらいだとしたら、生配信でもこれぐらいかな、リアルでこう会話できてる感じ、リアルタイムで、それが一番面白いことかな。あとはやっぱり、なんだろう、こういろ質問コーナーとか、いろんな情報を聞けたりするんで、あ、ここのお店辛いよーとか、行ってみたらーとか、なんで結構ね、今そのキャラが浮き出てちゃう、浮き出てるね。ね、普段のさ動画ってさ、なんだろう、結構編集でこの言葉の間とかにカットしてつなげてるけど、生配信はカットもできないから、とにかくなんか喋んなきゃいけない、なんか喋んなきゃいけないんだよ。だすごいと、なんかトーク力鍛えられるの。今後の課題はキャラで逃げない、うんね、こっちの方もね、まあ、そんな感じのオフショットですよ。